大魔王ガノンドール。うわー、時のオカリナの最後みたいじゃないこれ。避けろ、あ、チャンス、チャンスって。あ、で、リンクさん剣光ってますよ、すごい。向こうもだけど、あいつの剣も特殊なんだよ。チャンス、ええ、押したけど、押したけどなんか吹っ飛ばされました。向こうのチャンスになってしまいました。どういうことだろう。はい、攻撃はダメか。おー、なんか外の蹴りみたいなリンクさん真似してきた。お、突き強い、あという感じでした。チャンス来ないかな。お、外の蹴り入ったかな。外の蹴りで、あー、すごい。受けろ。よし、お、入った入った。あ、これ効いてるのかがちょっと疑問だけど、チャンス。あれ、え、押してんだけどな。やべえ、体力がマジで。妖精さんが一匹いますよ。よいしょ。さすがにさ、ボス戦で妖精さんを使いたくない。終わりよ。何度もびっくりだ。勇者死んで妖精さんというかさ、機械ってさ、さあ続きをやる勇者。言われても。回転切り強いな。タタ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 。いや、今はどうやしまうのか、すいません、入ってくるんですよ。お、若干、やばい。よし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 、さっきのチャンスコマンド来ないかな、早く行くろ。いやー、堂々としてんな、やつ。ここ、チャンス A、 どういうこと、早押ししちゃいけないか。大回転切りになっちゃう、いいじゃね、大ジャンプ切りになっちゃう。ポチッてしようかな。え、食らうのこれ、マジか。危ない危ない、あれは受けられないかな。オッケー、よし、そういうことか。ジャンプ切りで音声しろってことね。え、早めに押さないとダメだ。やれるんだ今か。よし、おー、かっこいい。スカゼリア4制したリンクさんがドン。やったか。
全てが終わったと思うなよ。これが光と闇の血塗られた歴史の始まりだと思え。消えた。力のトライフォースが完全に消えた。消えてった。いっぱいいる、いっぱいいたな神様。あんなにいたんだっけ、そういえば。そう思うとリンクさんはいろんな長い旅を終えてきたんですね。誰だこれ。あ、まさかミドナか。これが本当の姿なのか。別人じゃねえかもはや。プリズドゲン、なんだよ、なんとか言えよ。口を変わんねえな、ミトナだ。あまり綺麗すぎて言葉が出ないか。声も変わってないね。あ、終わった。終わりましたね。いやー長かった。いやー無事になんか終えられて、とりあえず今ホッとしてますね。とりあえずこれ実はこの実況を始めたのが2015年の9月くらいから始めたんですよ。で今2017年の9月だから大体2年ぐらいかかってしまったんですね、初めの収録から終わりの収録まで。まあいろいろこっちで編集の不都合とかもありまして、なかなかね1年半ぐらい撮れない期間があってですね、でそこからまた新しく機材を買い直したりとかしてまた始められるようになったんですけど、いやーよかったな、ほんと最後までできて。本当にいい作品だったな、トワイライトプリンセス。なんかこのゲーム前々から本当にプレイしたくて、で実況やろうと思った頃から本当に実況したかったゲームでさ、音楽がいいじゃん。まず音楽がいいのと、あとなんだこの世界観だったりさね、なかなかいいゲームだなと思って目つけてて、始めてみたら意外と予想外のところで苦戦したりとか、やっぱり動画で見るのと自分でやってみるのじゃ違うんだなってそこで分かって、
やーなんだろうな、2年間かかってしまいましたけど、無事に終えられてよかったってのが一番の気持ちですかね。結構ね、なんかストーリーを重視して進めていこうかなと思ったんですけど、意外となんかサブクエとかミニゲームとかね、いろいろできてよかったな。うわー、みんなマロマートに洗脳されてるよ。よかったなと思いますね。お、コリンか。お、盾と剣を持って。そうですね、このゲームのいいところはなんていうか、リンクさん以外にもちゃんと、なんだろうな、最後モイさんとかテルマンの酒場に集まってた、この国を変えようと思ってる人たちが集まってくれたじゃないですか。そういうところとか、あとコリンとかマロとか、あとタロもなんか一人一人強くなってる描写がすごい好きだったな。マロなんかね、お店建てちゃって、あんな立派な、すごいよね、本当に。本当にもう立派に勇者してるわ、マロとか。みんな一人一人が勇者してるっていうか、そういうのいいですよね。主人公だけじゃないっていうのもね、ゼルダで、しかもゼルダで、ね、ゼルダなのに他の一般の人たちも頑張ってるっていうのいいですよね。牧師さんとかもね、必死に記憶を戻そうとしてくれたりとかさ、いや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 、なんか本当にキャラクターの一人一人が好きだったな。あ、兄弟で釣りしてんのかな、これ。いいね、こういうなんか関係性とかもあっていいですよね。兄弟関係とかバラバラなところにいるのに、あ、こいつと兄弟だったんだみたいな、びっくりしたもん。いやー、で奥さん強かったな、これの雪山のさ、レースの奥さんがマジで強かったですよ。結構カットされてるんですけど、本当にもう大変でした。1時間ぐらい多分ずっと戦ってた、何回もあ、これもね、このパズルも大変だったな。ゼルダシリーズは本当にハズレがないっていうか、どの作品もまあ面白いじゃないですか。どの世代どの分野のゲームが好きな人にとっても共通で遊べるゲームだと思うんですけど、いや、トワイライトプリンセス結構本当にその中でも僕がやったことであるゼルダの中でも本当にすごいいいゲームだなって思いますね。うん、やっぱり作品ごとに、なんだろう、その核となる良さっていうか違っているのが、まあ、ゼルダっていいと思うんですよ。このゲームは本当にグラフィックと BGM は僕本当にゼルダシリーズの中でも結構上位に入ると思ってて、うん、ストーリーもね、光と影の世界っていう違う世界を行くっていう、まあ、そしてまあ何といっても時のオカリナとかにつながるものが多かったりして、うん、時のオカリナやったことのある人だったら本当に何だろう、ハマっちゃうっていうか、のめり込んじゃうゲームだなとは感じましたね。必殺技集めるときもね、あの音楽集めるっていう時岡ムジュラの仮面のシステムを使われてて、あ、すげえなって思って音楽とかもずっとね使えるんじゃないかってレベルで、あ、これでお別れだな。所詮光と影は交わっちゃいけないんだ。だけどこの世にはもう一つの世界があるってことを忘れないでくれよ。光と影は表裏一体、どちらが欠けても成り立ちはしないもの
神がこの世に欠片の鏡を残されたのは、それはきっと我々の出会いをつなぐためなのだと、私はそう信じています。ゼルダ、あんたいい人だな。ハヤルがみんなあんたみたいな人ならうまくやっていけるかもな。いや、ミドナも最後十分いい人になったから。ありがとうな。姫さんが言ったろ、鏡がある限りまた会えるって。リンク、またな。今気づいたけど、ミトナの声ちょっと低くなってんのか、ちっちゃい時より。ほう、帰ってしまった。これ以降あれか、光の世界と影の世界は交わることがない、できなくなっちゃったってことだよね。はあ、寂しいですね。ミドナさん、本当に初めはさ、もうこいつなんだこの憎たらしいやつって思ってたんですけど、本当に本心でだけどさ、もう最後に本当に別れるとなるとさ、もうリンクのもう相棒みたいなもんだったじゃないですか。うわー、めっちゃ寂しいわーって思いますよね。あー、寂しい。ゼルダと、なんだろう、リンクが出会うことによって、今度はミドナと別れなければならない、このね、ゼルダ特有の定めといいますかゼルダとリンクは平和になったらね、交わることができないみたいな、そういう定めありますよね。今回はこういうことか。いやー、なんですかね、このトワイライトプリンセスはこのダークな感じ、ゼルダシリーズではなんだろう、ムジラの仮面みたいな、結構ダークさがあってね、なんか楽しいだけじゃないっていう感じが、大人でも遊べるゲームなんじゃないかなって思いますね。てか本当に難しかったわこのゲーム。ゼルダ Wii のゼルダをやるのが初めてなんですけど、いやー難しかったな。 Wii リモコンの操作といい、初めは本当に大変だったな。そうですね、とっさにさ、あの、なんだっけ、弓とかパチンコとか出すじゃないですか。その時にあのセンサーバーがたまに反応してくれない時があって、あ、なんか焦って余計にさ、自分がリモコンをあらぬ角度に振り回しちゃうせいでセンサーバーが反応しない時があるんですよ。その時が本当に怖かったっていうかそういう場面が何とかあって、やべやべってボスの時とかね
間違って十字キーボタンでアイテムの B ボタンにセットするんですけど、なんか横と下を入力し間違えてね、弓は使いたいのにスピナー使ったりとかありましたよね。時の神殿のボスかな、時とか。そういえば当該コース今作あんまり触れられてなかったな。結局あれかな、ガナンを倒して終わりなんですかね。岩田社長ありがとうございます。いやジエンドというわけで、これどうしてもいいか。トライフォースは結局ここだけだったな、出てくる場面。うん、これはハイラル城のお城の中だよね。使わなくていいのか、トライフォースは。ジエンド、あれ進まないあれこれどうしろと、これで終わりでいいのか。スキップできませんあー、じゃあこれで締めますか。はい、これでトワイライトプリンセスの実況を終了したいと思います。最終回ですね。本当に今までご視聴してくださって本当にありがとうございました。本当にね、もう2年という長い間かかってしまったんですけども、とりあえずこれで締めたいと思います。次の実況で、あ、画面変わった次の実況でね、またお会いできたらその時お会いしましょう。というわけでご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。いいゲームだったな。はい、というわけで失礼いたします。